菅野理央です。昨年スーパーリッチという作品でご一緒していた金城プロデューサーと、あと平野監督の作品だっていうふうに伺ったので、またご一緒できてすごく光栄だなというふうに思いました。今回その初めての医師役を演じるということで、特にその医師の中でも PICU っていうチームで働かせていただくことになるので、実際のその PICU の現場を見に行かせていただいて、そこで働く方のこうチームワーク感であったりとか、あとプロフェッショナルな中にもこう温かさがあって、一人一人とこう向き合っていらっしゃる、そういう姿はすごく演じる上で助けになっています。私はすごく健康な子供だったので一度もなくて、大きな怪我もなくて、両親に感謝っていう感じなんですけど、今回その撮影の中でその子役の、まあ、演技上でですけど入院してる子とか見て、こんなね小さい体で戦っててすごいなっていうのを演じながら思ってます。基本的には多分ツッコミ派だと思うんですけど、この質問を昨日一番近い友達に聞いたら、いや私といる時はよくボケてると言われたので、近しい人にはボケてるみたいです。います。仕事のこともそうですし、日常の本当に些細なこととかくだらないこととかもよくビデオ通話つなぎっぱなしにしたまま、飲み食いしたまま話したりとかして 2,3 時間喋ることとかあります。なんかずっと難しいなとかつかめないなって思い続けてるけど、ずっとワクワクするものですかね。あと自分の世界をすごく広げてくれるものだなとも思いますね。仕事を通じて出会った人とか知ったこととか経験が本当に多いので、なんかそこはこの仕事できてることにとっても感謝してます。いろんな感情を体験することかなって、まあ、いいことも悪いことも含めてですけど、なんかできるだけいろんな感情を味わっていきたいなと思ってますし、それが、まあ、人間として生まれたことの醍醐味かなと思ってます。毎週月曜夜9時放送の PICU 小児集中治療室、ぜひご覧ください。